よし、もっさん、福本さんの盗塁、通算盗塁記録を抜くペナントやっていきたいと思います。去年55盗塁で、今年平均200、年平均50盗塁だから、通算5年で今250盗塁してるわけですが、なんとかね、太田が1塁でベストナイト打ってる。もうちょっとね、稼ぎたいんですよね。今の全盛期だからね、今のうちに数を稼いでおきたい。河村って誰？めっちゃすごい。ホームラン王、打点王、DH の、しかもキャッチャー出身で。誰なんでしょう、河村くん。FA、ぜひ FA をしていただきたいですね。うち、星王国だけどね、森もいるし、若月もいるし。そして若月がなぜか森よりすごいっていうね。海外スカウトどうする？まあ内野手にするか。ファーストがいないんだよな。太田がまあファースト今やってるけど。ああ、守備走塁コーチ変えるの忘れてた。まあいいや。まあ、丸が一気に6億から2億4000万と。まあ、それぐらい下がるんでね、結局。モヤは、モヤが全然、これ、ダメでしょ。モヤ2000万よ。一気に下げてる。3億から2000万に。いや、活躍したらうちは一気にバンと上げるんで、活躍しなかったら下げるよ。そりゃそうでしょ。これ引退する選手が多いのかな？アルモンテ引退、マキタ引退、菊池はまだ引き止めできる、石川も引き止めれないか。石川どう投手コーチ ?CC か。足立引退か。まあまあまあいいでしょう。どの上引退、松井引退、石崎引退、52人か。野手の有望株がいないんだよな、野手の有望株。野手の有望株が欲しい。てか若手の野手取らないと。特に内野手。投手は結構いっぱいいるんだけどね。野手の有望株を取りましょう。結構自由契約やらなんやらは結構してるんで、陣を超える逸材出てこないかな。まだ5年だからまだ間に合う。あと2、3年ぐらいで出てこなかったらもう陣で行くしかないわ。今のところ陣で行くしかないと思ってるんだが、そんな都合のいい選手はポンポン強くない？今年のドラフト。いや、これは姿見だわ。元杉もすごいけど、やっぱロマン砲憧れるじゃん。パワー B よ。C か、どっちが上？あんま変わらん。あ、でも10違う。それ以外の能力は全部元杉なんだよな。でも俺は姿見を行きたい。なぜならロマンがあるから。ルーキーでパワー B ってなかなかいなくない？うわ、すごいか。なんか競合してる。あー、これは当てたい。これは当てたい。いやー、なんで外すんだ。2択ぐらい当てさせてくれや。あー、元杉もいねえし。あー、なんかしょっぱいのしかいねえな。いつも通りのやつぐらいしかいねえな。そんなめちゃくちゃ悪くはないんだが、ズバ抜けていいのもいないと。ドライチャー絶対野手取った方がいい。うだ。ちょっと内野手が少ないから内野手取るわ。あー、熊谷は取られたか。いや、熊谷、小熊、大熊取られたか。ちょっと狙ってたんだけどね、地味に。社会人何番か、野手。あー、野手がマジで取りたい選手がいねえんだよな。なんか内野手いいのいねえのか。24歳だからね。高卒でちょっと光るやついない？光る逸材。塩川とか悪くないけど、もう指名されてるんですよね。やっぱいい選手は指名されるか。投手は残るんだよな、いっぱいいいのが。ほら、こんな逸材とか151キロよ。投手はいっぱい取っちゃうからな。投手多すぎ、投手多すぎるくなっちゃうんで、やっぱ野手も取っていかないといけないと。今年は2人。いきなり1軍か？あ、旗。うーん、タイヤで B。
おー、対左 B、 対左 F と対左 B がいる。これ誰だ、8番ってことは大島か、あ、コンドゥか、たっけえな、32歳か。あー、近藤サードできないか、近藤取ってサードやらせるか。5億6000万5億5000万、単年契約、よーし、近藤サードやらせるわ。本当はファーストやってほしいんだけどね、早急早急なんだから。王のメジャーいってらっしゃい。マルティネスが却下、あ、近本もメジャーだ、47盗塁だって、すげえ、足速いいね。モイネロ、森、コーナー、シュ、ああ、サード。なんでこういう時にサードが来るんだ。渡辺サードもいいね。若いし、あの、周平と渡辺って一回しか変わんねえの？周平若。そう思うと周平足やってるな、これ完全に。やってますね。これ周平でしょ。赤いね、若田、渡辺。周平と、ピッチャーにそんな金かけなくていいから。モイネロは強いけど、いや。周平に1億払う。よーし、2年1億は安いよ、周平。高橋周平が2年1億で取れるんだから。しかも3割3分20本ぐらいやってなかった。なんでうち、てか、また中距離ヒッターが増えたんだけど、うちに。またうちに中距離ヒッターが。これどうするか。中川もいるしね。中川ファーストでしょ。で、外野は太田、丸、陣でしょ。で、DH に吉田正尚。ショート茂木でしょ。近藤サード。周平セカンドか。だな、周平セカンドな。で、福田が外れるでしょ、ここは。それ中川のが上でしょ。それでいこう。高橋はセカンドやってもらいます、今年。ピッチャーより野手だな、守るとすれば。ピッチャーは最悪取られてもいい。じゃあでもこれいい選手取れる、松井とかもうここで出したく、あえてここで松井出すっていう選択肢もあるよ。近藤守らないとダメでしょ、バカなのかこいつらは。おお、薄井すごい、僧侶92だ。あ、留学して僧侶が上がったのか。こいつで始めるか、積極通り持ってるでしょ。こいつ可能性あるんじゃないか。ちょっと薄井も盗塁記録狙うか。ここで取られたらシャレになんないから、いやでも大丈夫でしょ。よし、ちょっと薄井鍛えるわ今から。まさかの薄井がそんなに上がるとは思わなかったんで、浅川の盗塁を、薄井盗塁ぶっぱ、積極盗塁持ってるから薄井を2番で起用して固定するか。あー、そうなるとうちの誰かがベンチ外れる。太田か、太田がベンチ。ギータだ。外国人もこんだけ FA 取ったらいらないな。レギュラー普通にあぶれてるからね。あれ、薄い留学してないんか。留学してなくてこれか。じゃあ
薄いと、金指。総力上げるとこどこだっけ。これかアフリカリーグ行ってもらおう。これ薄いもっと伸びんじゃない。これでアフリカリーグ行ったらバケモンになって帰ってくるかもしんねえ。よし、キャンプ終わりましたかね。まだかな。よし、で近藤のサードのサブポジを上げて、周辺のセカンドのサブポジを上げたんで、これでもうサードは C。 じゃあ初球丸、周平はセカンドは B。 よし、あーもう上がんねえか。総力で負けとくか。コーチ総力練習で、オーダー、ちょっと野手のオーダーだけちょっとロマンあるからみんなに見せたい。周平がセカンドでしょ、でファーストが中川、サードが、サードが近藤で、太田が DA、吉田正が DH、森友哉もいるんだよな、ここに。打順どうしよう。2番誰ですか？ 2 番近藤でしょ。3番丸。3番丸でいいのか？ 3 番丸、4番吉田正が、5番太田、6番周平、7番中川、8番茂木、9番若月。8番若月、9番茂木にしようか。総力的に考えて。やば、1番陣、2番近藤、3番丸、4番吉田正尚、5番太田、6番周平、7番中川、8番若月、9番茂木。機械には森友哉もいます。めちゃくちゃすげえじゃん。じゃあちょっとシーズン終了までいきましょうか。今年何通りできるかな、まあ、目標は毎年毎年70通りです。よし、シーズン終了まで行きましたと。今年果たして何通りできたんでしょうかの前に100勝やったぜ。夢の100勝。苦節6年目で100勝しました。交流戦も優勝と、もちろん。対戦表も全チームに勝ち越しではないか。巨人と阪神に負け越してる。投手成績は1位。安成績も1位と、ギダが一番少ない。盗塁でも150ってことはちょっと減ってるってことは、ジン君の盗塁も減ってるのか。2割9分2厘。あ、打率低くない意外と。うち3割打ってるやつはいないんだ。チーム内3割0。ジン君の安打も181減ってます。出塁率は変わらず62盗塁。いいね。まあ、これぐらいやらないとな。正直60盗塁はデフォでやってほしい。猛牛の伊打点2割9分2厘、1本70打点、62盗塁。まあそうだね、62通り、まあ、もっとできたら70通りぐらいしてもらえれば一番いいんですが。通り成功率上がったのかな。ということは、あ、上がってるね。やっぱ、まあ、成功率だな。成功率を上げることが鍵になってきますね。盗塁 A がね、金徳になってくれたらいいんだけど、どうやったら金徳になるのかな。で薄井くん、ちょっと 1回1年間使ってみました。29通り、1年間でもちょっと足りないのか。あ、試合数少ないね。薄井くんもね、総力は92あるんで、しかも92で多分これ以上上がりません。留学しても92だったんで、総力を上げる留学しても92だったんで、多分マックスが92だね。積極盗塁。で、盗塁 A つけたら、どれぐらい盗塁してくれるかなと。もしかしたら薄井が先に記録を抜くかもしんないね。陣の記録を。陣の記録、陣より薄井のが記録を伸ばす可能性もありますと。ジンと吉田正尚。あ、中川、山岡か。山岡、若月。あ、沢村賞、山岡さんすごかったんだ。新人王。岡本が三冠を取ってる。ジンが盗塁最多安打。あ、最多勝、勝率、最優秀防御率だって。すげえ。山岡覚醒した。で、最後に、今年の、あー、FS しちゃう。あ、山岡ポスティングか。沢村賞取ってメジャー。一番いいメジャーの生き方です。じゃあ最後に通算記録、仁くんの盗塁通算記録は310と、あと700個ぐらい。70盗塁できたら10年でできるんだよ。あと10年でも38歳か。
まあなんとかね、頑張っていきたいと思います。それじゃあ終わりましょう。さようなら、バイバイ。